おはようございます、レヴィンでございます。さあ始まりました、新番組のレヴィンの街道奥義ザ・ムービーでございます。実際に内ながら店内の状況を見るっていういつもやってる取材の、それを動画を回すっていう内容になってるんですけども、今回来ているホールさんなんですけども、三重県にございますキング観光サウザントツ店さんなんですけれども、ここ最近ですね非常に多くですねこのキング観光サウザントさんは来てるんですよ。いろんなところので来てて、実際に店内見てるんですけど、あかなり強いなみたいなのがあるんで、今日も期待してると、狙いはスマスロ北斗の拳ということで、ここをメインに狙っています。ただ、取れなかったらもう筋肉マンこれから抽選受けて、今回も最後設定水族ツールパチマカスロマガモバイルでございます、水族ツールにも入れてお見せしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは実践スタート。おはようございます、お願いします。あ、ここかも、ここですね。角台埋まってますね。奥の方行こうか。じゃあ奥角向こう側もちょっと見ていいですか。ここにしようかな。剣王パネルがあるんですけども、こっち剣士郎ですね。全部パネルがで、新しいパネルの方がこっちで、その横に筋肉マンがあるんです。筋肉マンが一応ね状況確認できます。筋肉マン3体いざとなったらこっち移動しつつ、そんなに甘くはないとは思いますが、とりあえず角台で打って頑張っていきたいと思います。でやっぱり人気だったらこっちはね、中央通路寄りのこの辺が埋まってました。朝天国乙女4が増大していて、このお客さんの月がね、何ですかこれは。その並びも全部埋まってますね。なんだこれ。ではスバスの北斗の拳から行ってみたいと思います。ちなみにもう分かってると思いますが、朝一の天井ですね、リセットされてれば832までに当たるっていうところなんですけど、朝一有利区間移行ゲーム1ゲームありますんで、833ゲームです。で、もう初当たり確率散々見てると思いますが、一応こちらになっておりますんで、スマスロ北斗の拳の初当たり確率と、ペイアウトですね、このようになってて、下だと383ですかね。で一番上だと235で、朝一の、設定変更されていた場合ですね、天国移行率と、本前町移行率一応一緒に見ちゃいましょう。はい、朝一の設定変更後と、BB 終了後ですねの、天国以上の期待度がこのようになってます。でパッと見てもらえば分かる通り、朝一はそんなにいかないです。上でも 18% から 29% ぐらいかな、天国と本前町合わせて。だから6でも 29% なんですよ。だから7割は、地獄か通常なんですよ。ただ BB まだ当たってないですけど、 BB 一回当てた後っていうのはかなり行きやすくなるんで、 26% から 36% ぐらい本前町も合わせると、朝一行ってないからといって、そう、上の可能性がだいぶ下がるかというと全然そんなことないですよと。できれば BB5 は行ってほしいですねっていうような、そういう差になってます。今回でいつも通り設定推測していくんですけど、おい来たー、さあ推測していくんですけどって言ったところで60ゲーム中断チェリーですね。はい、でまた最後リツールに入れるっていうのと、はい、わー来たか、当たったんじゃない。第3振り向いちゃったね。俺はあるんじゃないか。1週間ぐらい前ですね、今10月収録なんですけど、1週間ぐらい前に、宿命バトルの詳細みたいなの出たの、推測には関係ないんですけど、そこもちょっと紹介したいなと思いますんで、ぜひ見てください。ここで終わりにしないで新情報としてお話ししていきたいなと思います。はい、来ました、ありがとう。レインボーでしたね今ね。はい、キーローラーでは行きましょう。昨日も実は三重県滞在しておりまして、鈴鹿店の方行っててね、角台で特になんか出たわけじゃないんだけど、めっちゃけど良かったんですよ。初当たり230分の1ぐらいだったんで、同じ系列だからってその法則が通用するかって言ったら微妙なんだけど、一応角にも入るんだっていうのがあったんで角を取ってます。どうぞやめて断髪は。これがやっぱでかいな、朝のこの青オーラよ、これよ。
当たっちゃえ当たっちゃえ。ああ、うわ、タイミングタイミング、まあ一応あるけど、これでも、あ、はい、これでなればもう無双転生チャンス以上なんでこの展開ね、今ケンシロウも継続してますよって時になるってことは、見た目より格上げすること確定なんで、今、ネジリオがだったら無双転生チャンス以上。楽しいね、朝からね。序盤に無双転生チャンス入れたい。なんとか、そこをなんとか。よいしょ嬉しいな嬉しいな、2回剣士の攻撃しただけで嬉しいもんだもん。はい、ここで引けばね、ヒットだったんですけどね。あ、まあパンチだとヒットしても2割ぐらいなんで、5分の1ぐらいですね、無双転生チャンス。じゃあいきます、3回目のバトル。よー、3連続この安心パターンのやつ、これ79かな、キーローラだったもんね。79の可能性ありですね。まあさすがにもうフル稼働になってますよ。もう今まだちょっとしか経ってないけど、回転からやっぱ10分20分経ったら埋まっちゃいますね、さすがに。うわ来た、うわ来た。はい、じゃあここでまず宿命バトルね、まず、状態、子役パートに状態がありまして、通常と降格があります。でそれどうやったら降格持っていくのかって言ったら、チャンス目です。現段階で分かってるのはチャンス目の 50% で、チャンス目の 50% 今チャンス目引いてないんで通常なんですけど、チャンス目引いたら、50% で降格が3、5、10のいずれかに行って、まあだいたい3です。 87.5% ぐらい3選ばれるんですけど、あの行った時のね、行った時の87%、その間に引けば非常に高いです、あの宿命バトル行く可能性が。で、今揃ってるのが強水化なんで、まあ、通常で言うと 47% ぐらいで宿命バトル当たりますよっていう役です。中段チェリーだったら 68% ぐらい、弱霊役だと大体 10% 未満になるんで、これは熱いね。長槍騎兵は全長行ってる時に出やすい、確定ではないです。あ、1で、振り分け出ました、まあ、当たった時ね、今強水化で行きましたよね。その時はだいたい今まで公表されてたのが 35%、35%、みたいなのあったじゃないですか、10何パー、9パー、何パー、だいたいそんな感じです、中段チェリーと強水化に関しては。なんでまあジャギも薄いんですけど、今出てきたと。で弱霊薬に関してはすごい面白くてね、その振り分けが。で弱霊薬はちょっとこれ終わってから言いますけど、一応振り分けが全然違うと。でここなんですけど、2ゲームあるじゃないですか、まあ、1ゲーム目叩いてますね、はい、でジャギナーでまあ何引いても外れても熱いんですけど 50% なんて、はい、これねまさに。でこれを引いた役によって、報酬が違います、その恩恵が違いますっていうのがあって、基本外れって当たりづらいんだけど、当たった時に共闘以上になりやすいです。これで特に熱いのがジャギで、ジャギは外れ当たりづらいですけど 50% あるんですよ。なんでジャギの場合はリプベルクと 75% なんだけど、外れ 50% なんですよ。で外れの方が強闘いくんで、これで勝った方がいいよねっていうのがまずあります。でその上にレア役があるんで、レア役は弱レアだともう3分の2ぐらいで強闘で、強レア役だと 100% 強闘以上っていうのがあります、あの全キャラ共通でね。で2ゲーム、これはどっちだ、外れ外れじゃないですか、取ったら、で2ゲームね個別にやってるんですよ、あれ面白いのが、両方取ることもあるの。じゃあ今のハズレでじゃあ取りました、 V ストック取りました、2ゲーム目もやります、ハズレで霊強闘取りましたってなると、V ストック2個分っていう意味じゃなくて、強い方の恩恵もらえますっていうこと。なんでただの V とレイ取ったんで、レイの方を出しますね、レイが。まあだからとにかく、ハズレでも悲観的になる必要はないってことだね、ジャギだったら。
っていうのが一応ジャギの特徴です。次ジャクレア役引いた時にジャクレアでちょっと敵出てくるあの割合だいぶ変わるんで、おい、このまま昇天するかこれ、ケンシロウのみの攻撃でこれ、おいおいおい、当たっちゃう当たっちゃう、これ当たったらちょっと話が変わってくるよ、おいちょっと期待しちゃう。さあここまで全てケンシロウの攻撃で順調にここまで来まして、順調に愛を取り戻せが3分の1へ流れたりして、でれれ、うわー流れないけど、この最高じゃねえかよ、貴様以外出るかもなこれな、79以上確定するかもな、ほらほらそうなのよ、出ちゃうんだもんありがとう、79でしたね、やっぱ79以上です、はい、一応80は89もある、ほら全部だ全部だ、やべえ、初めてじゃない、さすがに5連続ケンシロウは初よ、ここまで打つて、パコーン、おパネル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 、おー3分の1取った、33%だよね、 やばい何この立ち上がりいやー79さ確定して、ほら次でさ終わっちゃったみたいなあるあるじゃないですか、その上でで一応、まあ、連勝点得勝点とか出ないじゃないですか、ケンシロウ VS ラオウ、じゃ あのバトルないのかって言ったらあります、バトルの可能性が、でどうやったら入るのかっていうと、今決まったでしょ、無双転生チャンス決まった後のレア役とかで無双転生チャンスの突破抽選やってます、なんで1ゲーム目に成立役問わずにバゴーンって成功して入るっていうパターンはあります、はい、だから無双転生バトルが決まるっていうこともありえます、あのケンシロウのバトル中に、はい、頼むぞ、もうこれ決めよう、勝っちゃおう、これこれ決めて、はい、あとはドンドンドンの変則パターン出ても OK、これね、で第3まで行ったらプッシュが出たら 25% ですね、期待度、強水化 50% の中段チェリー 75%、 あと白バー揃いですね、無双転生揃いは確定、あチャンス目だこれ、チャンス目の期待度出てないよな、行かない、ジャクレアで行ったことない、何パーなんだ一体、今のもうレア役でもあれ有効なんで、ドンシーンドンでチャンス目止まったりしたらもう OK、 ドン、そうドンドンドン、ベルでもね 25% あるんですけど、ジャクレア役どんぐらいなんですかね、まだこの収録の段階では出てない、あーっと待って、いやまあちょっと待って、 あと6、あ今はレバーで、ちょっとあのウェイトとは分かんないですけど、しゃべらんかもう多分もう本当にちょっともう今大人な対応してますけど、ある程度ちょっと待って、しゃべっしゃべんない、あーだードンつってくれ、第3で、うわラスト1、パス今日だったら 50% ある、あーこっちはどうなの、まだ1ゲームある、まだ1ゲームあるから終わるなよ、まだこう次あるから、ほらベルで第3離した時セーブフラ、分かってたよ俺も、最大のチャンスなんだろ今日の一番のこれが、そうなんだろ多分、あーおっしゃ、どんどんレア役いてくれ、まあ、当然レア役設定数あるんで
特にスイカですね。スイカ中段チェリー、まあ、出た方がいい。わあ来た、また46%、ね、チャンス目引いてないんで通常です。1で全長ゲーム数でもある程度絞れてくるんで、2で黒黒じゃなければ大チャンスだったんですけど、あるあるよ、ここで引いたのか行くのかどっちか。あ、3なんで3までは真まであります、全員あります。4から1人ずつ消えていく感じ、強いキャラがどんどん。4だとサウザー以上、5だとウィーグル以上、6だとジャギー以上、7だとアミバって感じ。ここまではで、シンとサウザーに関してはめっちゃ勝ちづらいんだけど、一応ハズレで勝った場合 0.78 なんで128なんだけど、128分の1で共闘以上になります。しかも熱いの言っていいですか、1個今まで128分の1でたまに勝つことあったんですよ。でシャオってなってたんですけど、1対1です、時とレイが50%50% なのにシャオってやってた。俺シャオじゃねえわ、それもう全然時の可能性あったのにっていうのがハズレ。このシンサウザー10% でしょ、で 10% で勝っちゃう。ウィー、たまーにあるんで、シンサウザーで「あ勝った!」みたいな時はもうシャオ以上はもう確定で、こいつがね、まあ、9. 何パーなんで 10% ぐらいですね、状態が通常だと。こいつがほぼシンサウザーなんですよ。めっちゃ引かないっていうか、出てくるのか、ああ引いたんだろこれ、はい。で、なんか昇格修正やってるわけじゃなくて、仮に弱水化、まあ、10% ですけど当たってましたので、これもまた抽選するんで、当たってる場合は2個出てきます。ああ熱いよね、ああ熱くない、ああやばい、やっちゃった。これここで割れなかったら終わりだよ、ゼロだよ。バリーン、まあ、全長ってまあ当該もありますけど、1,2,3,4,5,6,7 まであるじゃないですか。でこの終わりの方で今中段チェリー引いてないです。全長が例えば3とか4多いでしょ、3とか4ってなった時は0になります、全長が当たってる場合は。なんで引いたところでバーンって割らないと危ねえです、はい。終盤はえ許可はなかった、やべえ、普通に叩いた、普通に叩いて初めて折ってた、嫌な予感。今すごいすごい、もう絶対継続するみたいな感じで叩いちゃった。今危ない、立てるよ、 79% 以上だから、今 79% だから、いや全然復活もあるでしょ。で曲がな、曲のタイミングじゃなきゃ全然あったんだけど、流れてないっていうのが、あまあまあでも上出来です。この台に関してはゆりかを切ったら 84% 以上っていうのは分かってるわけですよ、継続率が。そうそう切れないでしょっていう、その北斗揃いと一緒になっちゃうわけだから、やっぱ切るメインとしては無双転生バトル、もともと鳴らして 94% の無双転生バトル中に3枚2400を迎えて切るで、内部的に94だったものが84にピッて下がってる。でその落ちたとこで結構焦点とか出やすい。なんで塊としては3000枚ぐらい取った時に、連チャンとしては20数連チャンしてるときに昇天しやすい。そう、あの切れてね、ゆりかん、はい、来たか、やっちゃいますか、例の例のやつやっちゃいましたね今ね。中段チェリーかもしれないね、見倒ししてね。仮に今中段チェリー隠したとするでしょ、でヒスタードでしょ、まあ、ここでバトル発展だったりラオステージのステージチェンジに関しては全部本前兆だし、あのアミバが影で煽るとかさ、前兆中しか出ないじゃないですか、ウィーンピカーンみたいな、あの五光演出みたいな、これもちょっとやっちゃいますか。まあ北斗狙えばいいんだけど別に、はい、これでもいいです。これでも内部中断チェリーの可能性あって、一応140までって頭の中で覚えておくわけですよ、自分で最大限に楽しむ。ここから30ゲーム、ほらちょっと後ろ振り向いちゃうだけでうってなるっていうね、今の中段チェリーだってねえの、そういう楽しみがね本当面白いんですよ。でひびが割れたらバトル発展したなんてだいぶ熱いです。ただ確定ではないです、あー当たってはないね。
突然のびっくりあたりが好きな人にはおすすめです。カウンター作動させない、で何も損ないんで、北斗付近狙っても2枚の腹で出し合って、で2枚はちゃんともらえるんで、損はないです。で一応バトル発展カウンターついてる時の法則で言うと、3ゲーム以内のバトル発展は確定で、4ゲーム以内のラオステージは確定なので、まあ、これが、29ですね、今23ですけど、29までにこうなった瞬間に当たり、ただ、他の子役を引いてないことが条件ですね。はい、これは出そうか、出してこれで当たっても中段チェリーでしょうってなるから、これこれね、これでベルってなったら、もうベルってなったら、3ゲーム以内でのバトル発展あたりです。あ、ここは負けるかもしれない、ここは負けるかもしれないですけど、もう本前兆以降は確定です。負けるかもしれないというか負けるね、あの前兆の最短は6ゲームなんで、ここは負けます。ただあなたは本前兆に行きました。お、最後も強攻撃じゃないぞ、うん、はいはい、割と早めに決まりましたね。ああいうダナゾンの時、まあめったにないけど、あれでベッド叩いて通常画面に戻るっていうパターンは北斗揃いの起こり。ほら来たー、なんか引けるね、レア役めっちゃ出ますね。さあこれは出しましょうか。はい、角回角なんで弱レア役なんですけど、弱レア役が特徴的なんですよ。広角にいた場合、チャンス目引いた後は 50% で広角に可能されますが、広角にいた場合は全弱レア役 50% になります。なのでめっちゃ熱いで、そうじゃない場合がほとんどなんですけど、そうじゃない場合はこれ 3% です。 3% でしかいかないで、チャンス目が 7% で、弱スイカが約 10% ですね、 9. 何%で、特徴的なのが角地で、仮にもう今言ってないと思うけど、角地で行った場合って実はサウザーがない、そしてウィグルって結構チャンスキャラなんですけど、ウィグルが 70% で選択されるんですよ、カードチェは。全体でいうと 78% ぐらいはウィグルジャギアミバです、カードチェで行った場合は、はい、サウザー出てきた時点でカードチェじゃないですね、その行った景気は。で、チャンス目が激アツです。まあ、最初均等って言われてましたけど、実は均等じゃなかった、シンからジャギまで均等って言われてたんですよ。シンが 30% ぐらいです実は。で、他のサウザー、ウィグル、ジャギは20何パーで均等です。で、アミバも 5% ぐらいあるんで、チャンス目がね、だから宿命バトルはチャンス目のゲームだよ。チャンス目引いて広角で上がるでしょ、50% で。だから、一番熱いのは、チャンス目、これ。よく言ってる時に出たの、お前。空気読みすぎ。チャンス目、チャンス目、チャンス目だよ。一応言っとこうか。チャンス目、チャンス目、チャンス目。ほら、こう出張ったら奇跡だったけど、はい、そんなこと言って、瞬間的に違和感を察知、はい、ラオスタートなんで継続、はいはいはい、というのが、まあ、宿命バトル、あ、それで途中だった、ジャックスイカ、ジャックスイカは 10% ぐらいで行くんで、なんかジャックレア君中では一番マシに見えますけど、そんなことないです。全体の9割ぐらいがもう新サウザー出てくる、 10% ではいくけど新サウザー頑張ってくださいっていうのが弱スイカ。パキンなし、もうなんかもうレバーが迎え入れにいってるもんね、豪勝派を、王将派出そうで、こう、まあ、2連で多分終わりなんですけど、まあ、復活の可能性は一応あるで、一応、まあ、あの知ってる方も多いと思いますが、このゲームで、まあ、中段チリだとまあ復活しちゃいますよね、復活しちゃうというか書き換えで継続なんですけど、強制感引いた場合、書き換えももちろんするんですけど、書き換えなかった場合 50% で本前兆スタートするんで、はい、
強水管こうやってここで引いてた場合は即やめしないでくださいね。終わったら 50% 本前兆ですからね。それだけ一応頭に入れていただいてボイスの方聞きましょう。はい、バット、まあ、いわゆるメインの方だね。いっぱいあるところの方ときましたけど、まあ、ご覧の通りもう満席なんですが、どれだけ、まあ、初当たりですね。そこ注目して見ていきたいと思います。で、まあ、上でちょっと出玉の方も分かるんですけど、3回4回、だいたいそのぐらいですね。4回で、6回当たってる方も角2の方も6回当たってるんで、中央通路寄りのやっぱ目立つところ、僕も正直狙ってましたけど最初はね、そこは抑えられたんです最初に。バット皆さん今めちゃくちゃハマってるんですけど、1262で天井は1268を踏めば OK で、ペナルティもないので68なんですけど、もうこの段階でほぼ到達です。なぜかっていうと、ここで今中段チェードが引いてないでしょ。で引いてから、まあ、これはもう当たってないと思います。で引いてから最短6ゲームでなんで、それでもいくと、はい、本前兆の最短が6なんですよ。だからここで中段チェード引いちゃっても当たるのは1270なんで大丈夫。お、最短が選ばれたね。これはあるじゃないか。今は天井で優遇されてるんで、これ89あるんじゃないか普通に。じゃあこれ伸ばして勝って取材終了といきましょう。なかなかこんなうまいこといかないからね、天井でレインボーラー出てみたいなね、なかなかいかないですよ。さあいきます。ここだけちょっとマジでもうほんとさっと、はい、このぐらいでもう、はい、もうケンシロウで決めちゃいましょう。とりあえず、まあ、まだまだ先は長い、先は長い。 OK、 よし、おお、チャンス目も引いてる。当たれ、はい、もう初戦突破したんで気持ちは大丈夫です。もういけるし、はい、ほら来た、ほら来た、はい、お前行っちゃおうか。お、貴様行っちゃった、サラサラと。ほらほらほら、また来るか、来るから、奇跡の奇跡の、頼むよ。ほら、このラオウ三昧、このラオウ三昧よ。はい、貴様が握る。よし、いけるぞ。ほら、キックばっか。お前避けなくていいのか。あー、中段だったらヒット確定です。ねじり音出ても OK だったんですけど、あはは、今惜しかったね。さらっと変えちゃいましょうか、 BGM。 ありがとうございます。今日初の愛を取り戻していきたいと思います。行ってきます。大丈夫大丈夫、これは大丈夫。よいなあ、もう流れてくれよ、そこは。危ない、失勢。いやー、中段チリは一応書いておきますか。6連の526。しゃぶねー、あぶねー、えい、
出るね。お、ここ継続すれば3枚はプラスになります。はい、どうもありがとう。ずっと変わってなくない BGM。 危ない危ない、変わってない。13連まで今愛を取り戻せてきてるんですよ。いや、ここ継続者プラスなのよ。ここ継続したプラスで、いや、これは89でしょ、さすがにレインボーで。これはあと6連すれば昇天。10% 10%で、いや勝ってねえな、宿命バトル。95%。一応ね、出さないでしょ、わざわざ。これだとほんのちょっと数十枚勝ってるだけなんですよ。ただ今北斗七星 95% 出てますから。しかも継続率は推定 89% ループです。継続、マジで。ほんのちょっとプラスという段階で、で時間もそんなないんで、これちょっとだけ様子見て切りがいいところで終了したいかなと思います。あ、店内最後回ってね。では最後店内回って終了したいと思います。で、花花はおそらく満席になるでしょうって言ったところなんですけど、この稼働ですね、さすが三重県。まあ予想できてましたけどね、こちらの地域来るとね、毎回こうなりますよね。まあほぼフル稼働ですね。で、まあ途中で見た時に、まあこっち側ですね、中央通路寄りがいいって言ったんですけど、特に角荷が今初当たり14回、めちゃくちゃ当たってますね。いや、この辺なんか固まってそうな感じはしますね。でも結構当たってきましたね。で、このやっぱ盛り上がりというか、高稼働全然やめないところを見ると、多分挙動がいいんだと思います。さすがにまあ10回超えてるような台も出てきましたね。やっぱり一番強いなと思うのは、スマゾの北斗の拳の僕が打ってなかったケンシロウパネル、さらに中央通路寄りの、まあトータル8台ぐらいですかね。あの辺が初当たりも軽くて、出玉もついてきてたってことで、まあ、あの辺に固まってたんじゃないかなと思います。まあ、ただ初当たり10回超えの台もちらほらこう出てきてるんで、まあ、それ以外のところにももちろん入ってたと思うんですけども、やはりスマゾの北斗の拳が強かったと思います。はい、実戦終了でございます。お疲れ様でした。はい、ということで、自分が打った台のね、まとめに行きたいんですけど、まずは3枚からいっちゃいます。1242枚、回収が1187枚ということで、3枚マイナス55枚でございました。はい、で BB 初当たりなんですけども、4回引きまして 449.75/1 ということで、ちょっとよろしくありませんでした。最終的にも設定1以下になってしまったと。で、レア役は、まあ、特段発表するようなものはないんですけども、一応中段チェリーが出ておりまして、144.43/1、まあ唯一ですね、これぐらいですね。でボイスも、芯が1回出たぐらいなんでね、おそらく今日打ったのは下だったんじゃないかと思います。はい、チャンスはもらえてたんですけども、全然ね、突破できずというところで、次回こそは突破して頑張っていきたいと思います。はい、ということで今回この辺です。さよなら、バイバイ。